さあということで、今回はゲスト賞です、ね、はい、そのゲストも大阪大魔王さんです。お願いします。まあこれもあえてこんにちはでしょうね。あえてじゃないです、あえてじゃないです、ね、お昼ですから。これあえて、これはもう本来はこんばんはなかもしれませんけども、いやいや、本来はこんにちはです。嬉しい。ちゃんとこんにちはです。昨日も聞いてましたよ。ああ、そうですか。昨日もね、昨日。ブーマさんの。なんだあの語尾のカステラは。カステラのあの長いところ、あれひどくない？そうですね。でも、鼻くがね、悪いのよ。鼻くが、はい、もうね、はい、もうこのリスナーさんみんな知ってるでしょ。みんな知ってるよね。鼻、はい、くんってさ、もうダメじゃん。人として。鼻分けと同じ匂いじゃないですか。いやいや、そう、だから俺は、だからナイツを見てると、ずーっと、あ、俺もこれ言うなってなるんですよね、お兄ちゃんも含めてね。お兄ちゃん似てるんですよ。またあったなって瞬間に、似てんなと思ったからね、俺デビューしてすぐに。そう、もう会った瞬間にも分かったんですね。鼻くはもうね、お兄ちゃんは、新宿ビップランシアターっていうところで最初会ったの。はいはい。30年弱前。来た瞬間に、あれ親戚かなって思ったの。やっぱり。あの、作り、だ、来たもう顔の、なんか人間のでかい人なんじゃない、でかい。なんか似てますよね。そう、分派しただけで。佐賀と青森に。佐賀、だいぶ離れてる。根っこは同じだったんだ。根っこは同じですよ。同じ水吸ってますよ。で、しかも、だ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 っていうのを見て、俺わかんないけど、その後出るんだけど、かぶったと思ったからね。かぶったなって。マジで一瞬ピコ太郎の時に、うん、あれ兄貴なんかやったのかなって思った。顔のゲート。まあ、あれ別人ですけどね。あ、全く違う。DNA が全く違うんだよ。排気率が全く違う。これ事実ですからね。生まれてから嘘一回も言ったことないんで。いやいや、全く別人ですからね。そこまで否定するとは思わなかった。いや、だから、そうそう。それであの、ブーマーさんのカステラ持ってから、はい、昨日、あの、まあ、言ってみればさ、伊勢さんってさ、はい、ほら、もう、なんつうの、はい、人としてもパワーがないじゃない。ね、ないじゃん。パワーがない。もう、なんか、タレントのパワーもないけど、人のパワーもないじゃない。ない、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 ないじゃない。毛という毛全部白いし。めちゃくちゃ白かった。すごいよね。めっちゃ染めてましたよ。さ。しょうがない。でさ、カステラの話をね、来ましたんですよ。はい、あの、まあ、ここで本人に言うのなんですけど、はい、その、カステラ好きなんですよねっていう話が、一回も弾けないんですよ。弾けないのをまた花輪くんが見っけちゃったので、もう付き合いも悪いのよ。はい、いやいやほら、あれはもういいでしょって言わなきゃいけないのに、はい、もう慣れちゃってっから、それが優しさなんですね。もう、そうなんですよ。止めなきゃいけないのに。バサッと行かないといけないんだ。ぬるま湯を通り越して、冷水にずっと入って、人肌で温まんのを待ってんのよ。確かに、あれはもう。人肌で温まん、人肌で温まんの待ってんのよ。あの、お湯沸かせって。沸かす気ないの。え、カステラあれですか？え、どうも美味しいんですよね。でもなんかあれですよね。カステラ語る可愛いですよね。でも、カステラってもうね、切ってやれってカステラ。やめてください、もう。ちょっと柵で食うなって。柵で食ってんだもん。柵で言ってる？柵で言ってっから。せめて切ってあげてほしい。切った方がいいよ。まあ、あれも俺も。でも、あれが ラジオだから、ね、唯一多分伝わってなかったのは、めちゃくちゃ笑顔で喋ってたんですよ。だから、あそこは、伸ばすというよりも、伊勢さんの顔が、なんかこの、長い、長いだろう、俺の話、もう、伸ばすなよっていう顔じゃなかったんですよ。本当に。はまってる顔？それ教えてあげないと。本人気づいてないんだから。ニコ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 。そこ言ってあげた方がよかったってことですね。そうだよ。客いたらだってずっと客はもう無表情なわけでしょ。ラジオ客いないから、はい、みんなほら、まあまあね、先輩とかもあるし、普段から漫才協会もあるし、気使ってるでしょ。はい、誰も笑ってないんだから。それ、いつまでもいつまでもさ、せめて下のベラベラ剥がしてやれって。だから。ずっと柵のまんま言ってくから。カステラの食べ方の話なんだよ、結局。ベラベラも剥がす気ないんだもん、下の。いやいや、カステラで例えるとやるかもしれない。食べ方の話になっちゃってるから。今日もうワクワクして、もううちの周りがみんな今回ボキャブラウィークですから。ボキャブラウィークですよ。抜群。抜群ね。出てね。そうだから、あの、金谷さんと伊勢さんの仲悪いのは、どうでもよくないガト腸が仲悪いぐらいどうでもいいんですよ。ほぼ一緒なのに。ほぼ一緒なんだから。伊勢さんと金谷さんってガト腸なんだから。ほぼ一緒なんだ。ほぼ一緒なんだから。そうよ。ちょっとだから、小坂さんは、年はちょっと後輩になるんですか？全然後輩ですよ。そうですよね。だって爆笑さん10個違うわけで。10個弱違う。でも56とかでしょ ?55 とかでしょ小坂さんって意外に若いんですよね。そう、今48やから。48なんですよね。デビューは18なんです。18から18なんだ。で、ガーキングがもう1年目。1年目ですか？ 1 年目で出て、うん、はい、で、ボキャブラがもう3年目ぐらい。2年目かな。そうなんだ。じゃあ映画学校の途中でもう出たんですか？あ、もう2週間でやめた。で、意味ないんだもん。あそこ。映画学校2週間でやめたんですか？ 2週間でやめたんです。相方探したから。もう、日本映画学校っていうね。はい、その、まあ、うっちゃんなんちゃんさんはもういましたよね。でも、
30年前って、僕は青森なんですよ、青森から東京の人がお笑いやるっていうのは、佐賀も分かるかもしれないけど、ニューヨーク行くのとあんま変わんないじゃん、まあ、青森からこれだって言葉は違うからさ、普段津軽弁ですから、なまってたんですか、なまってんですよ、もう、なんもかも、なんかくせえこの本じなしやこのとかって、普段喋ってるんですよ、全然分かんない、それを、だから、最初の2年ぐらいは、ずっと英語喋ってる感じですよね、その芝居をしてる感じ。ああ、なんとかじゃんみたいなこと、だから、あえてそう言わなきゃダメだ、みたいな、で、だからもう、東京の人がお笑いやる術が、スクール JCA もまだなかったんですよ。ああ、はいはい。養成所はね。そうなんです。で、吉本の ANSC も東京はまだなくて。まだないです。まだ論文がちょっと後なんで、僕らよりも。だから、そうないからもう、映画学校しかないんですよ。もう、東京の専門学校に来るには。本当だ。本当だ。で、俳優科に行けばね、あの、下克上師匠が見てくれるとか、あの、ね、伝説のえぐみさんが見てくれるとか、伝説のね、うったまホットステーションのね、っていうと、えぐみに会えるんだっていうね、会ってみたらね、全然ラジオの方が良かったんですけども。言っていいでしょ、そんなこと。で、来て、あの、もうすぐ相方が見つかったんです。はい。僕、あの、小島と、小島さんと、浦島亮が、トンネルズが好きっていう、この一点で。それで意気投合して。そうです。で、僕ね、もう小学校5年生からもコント作ってたので。ああ、そうなの、地元でもうコントとかやってたんですよ。そうなの、それは、あの、一人で。いやいや、あの、今、ABEX の取締役になった同級生と、ABEX 取締役？そうなんですよ。で、その、そうなんです。あ、執行役員か。執行役員になったやつと、幼馴染で。で、そこでもう、当時からだから、カセットテープにコント録音して、曲編集して、ラジカセ2個持って、で、それをラジオ局に送って、あと常連さんです。で、そこでこう、なんか、賞取ったから、ラジオに呼ばれて、僕ラジオが本当好きなんだ、本当。それ高校生って？いや、小学校5年生です。小学校5年生で ?5 年生です。僕なんか青森で行って、青森 RAB っていう青森放送、そこにトンネルズとかたけしさんとかいると思ったんですよ。なるほど。行けば。家から歩いて5分なんで。あそこにいつもトンネルズ来てると思って。ずっと待ってたんですけど流れてるから。ひなたっぺしか来ないんですよ。ひなたっぺって UC 行くぞしか来ないんですよ。全然来ないんですよ。すごいけど。二大スターじゃないですか。すごいけど。だとしたらもうちょっと欲しいよね、あんまり。二大って言わない。そうです。第二。で、だから僕それでラジオやってて、その時からもコント作ってたんで。あ、そうなの？コントを持ったまま、東京に来たんです。じゃあ、すごい。映画学校で、まあ相方見つけたら、すぐ辞めちゃったから、だから漫才授業は受けてないんですか？一回も、だからどういう中身かもわかんないし、その、で、同級生に、ファンキーモンキークリニックっていう、あの、ちょっと、翔平さんのね、翔平すぐる。今すぐるは、あの、MJ っていう、テイク2の東がやってる。店長ですね。ね、店長。で、そことかぐらいが一応いたんですけど、もうなんか、待てなくて。ネタもあるし。で、一番最初オーディションも受けたんですよ。ボーンと。7月ぐらいに。太田プロライブかな。噂のショータイム。受かったんです。すごい。だから、あ、もういっか、つって。もう、あの、相方二人に、ちょっと辞めるって言ってくんね、つって。学校辞めろって言って。なくない入学。相方さんもじゃあみんな辞めたんですか。入学。辞めちゃいました。うわー、すごい。ね、100万払って。100万払って。でも入ったらすぐなんかタップダンスやるって言われちゃって。で、僕足が30センチだから。トップシューズ大体6000円ぐらいなんですけど、僕だけ2万5000円ぐらいしちゃって。特注になっちゃう。30のタップダンスの音ってね、鈍いんですよ。ガイズ30の。ガコってなるんで。一応やったんですね。で、あの、なんですかね、マテリアルがでかいから、回転数が遅いわけですよ。タカラタカラタカラとはいかないんですよ。30だからタカラタカラになっちゃうんですよ。マテリアルがでかいから。そんなに変わるんだ。直径がでかいから。直径がでかいから。楽器としてやっぱ変わっちゃうんだ。これダメだっつってもうやめちゃって。で、もうすぐ、そのまま太田プロの預かりになって、で、ナビアですよ。ナビアっていう、M2 カンパニー。M2 カンパニーの前のね、ボキャブラ。渡辺正行さんの、そうっす。税金対策の事務所があって、で、税金対策の事務所ですよね。まあそこは、一応まああれはあるんですよ。大体そうなんですか、言わなくていいんですか。大体そうなの、大体そうですよね。事務所って大体そうなの、大体そうです。個人人事はみんな税金対策。そうだね。そんなことないですけど。ちゃんと収めてないの、みんな。いや、俺収めてるよ、ちゃんと。収めてない。収めた上でですよ、そで、そこで、入ったという一番最初のそうだった。そこで入ったわけですね。だから、そこのケアラインが。そうです。太田プロは預かりだったんで、で、こっちは、うちはじゃあ、契約します。ああ、なるほど。なるほど。で、その時に抜群がいて、長井秀和がいて。うちカンパニー？ええ。あと、鍋屋。あ、鍋屋。ああ、すげえ。で、もうちょっと上にはまたいたんですガムガムズって人がいたんですけど。で、その知ったぐらいに、で、その後すぐ、バナナマンのヒムケンはもういて。あ、ヒムケンだけいて、もともと陸上部って名前で。で、行って。はい。で、
設楽治が、うん、運転手で、うん、リーダーの運転手でいたのか、うん、っていうが30年弱前です。29年前。が、M2 カンパニーっていうのはまたちょっと後にじゃあ、その何人か、何組かでこう。簡単に言うと九州合併ですよ。九州合併。うん。あの、あ、違う。あれだ、うん、宮原さんっていう、いや、ありました、あの、AB ブラザーズとかやってた、ね。はいはい、ネタ見せも我々してましたし。いや、え、言ってた、ラママの、ラママの。何にも知らないくせにね、あの人。ダメでしょ。いや、何にも知らないんだよ、お笑い。社長ですよ、社長だから。いや、マジで何にも知らないんだよ。ってことはないで。すごいよ。同じネタ2回やったのに、今回の方がいいねって言われたから。何も変えてないのに。ビタ1も変えてないんだよ。何かが良かったね。ちょっと日によっていうこと違うなと思ってましたよ。うん、俺も思ってましたよ。いや俺はすごい好きでしたけどね、皆さん。まあ、あの人が来て、はい、あの、ちゃんとやろうっつって、で、M2カンパニー立ち上げて、うん、あ、なるほど、で、そこに今度、スピードワゴンが来て、うん、ジェットキッズってやつがいて。あ、に、だから、年、同じぐらいなんですよ。あれ、ナイツ何年目なんですか。いや、僕ら、あの、まあ、始めたのは、20年、22年ですけど、まだ22なの。はい、そうそう。年がね、ジェットキッズってね、同じぐらいで、唯一同じぐらいの年で売れてたのがジェットキッズ、エルトン・ゴー・タカーズ。エルトン・ゴー・タカーズね。知ったじゃないですか。はい。それでちょっと知ってたんですよ。人気でしたよね、ジェットキッズ。いや、もう大人気で。大人気で。あの、なんか、武田真治みたいな格好してた。そう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 。ピチティみたいなね。ピチティの。だから武田真治、石田一世みたいな感じの二人組で、ちっちゃくて背が。超人気があって。で、そこのグループの間が結構集客力があって。で、ここだけでやると、で、しかもなんか当時ね、なんか気なくさいけど、事務所対抗道場破りみたいな、ライブがすごくあって。ライブありましたね、結構。あったんですよ。吉本対、M2 カンパニー、鍋プロ対、なんとか、みたいな。で、ガチで対決すんの。で、なんか負けたら丸坊主とかね。そういうのやったりとかして。俺らメッセンジャー対、底抜きエアラインとか。負けたら丸坊主。負けたら丸坊主。リスクでかすぎない。そんなこと言うから客笑わないのよ、どっちも。笑わないよ。応援してる方を、あの、負けたら、次の日丸坊主なんだもん。面白くないよ。笑えないですよね、もうそこ。面白くないんだもん。ちょっとなんかね、そういう時代だった。やりすぎの時代。その前の、だから、あの、前打ち上げとかやるんですよ。明日ちょっと、対決するんで、みたいなことをやる人がいて。だから俺らとかメッセンジャーとか、明日対決するのに、飲み会で横になるわけですよ。一言も喋れないでずっと睨み合ってますから。そうでしょ。ライジンですよ。ライジン。そうやって坊主かかってたら。楽しくじゃないんですね。いやもう、21に、21にのさ、何も知らない。しかも青森出身の人って、東京とか大阪の人を鬼と思ってるからね。これは。食われると思ってる。食われると思ってる。だから俺常に短い棒持ってましたからね。ついて殴れるように。つけるし殴れるじゃん。ね、つけるし直接でも勝てますよ。小坂さんだったら。棒のようで。でかい力あるんだから。いやいや、相手がすごい武器持ってるかもしれないから。いやいや、鍵爪とか持ってるかもしれませんからね。なんだと思ってるんです、東京を。いや、絶対普通にか、普通にだって。普通に一番強そうなんだよね。普通に多分、喧嘩したら一番強いんじゃないですか。いや、喧嘩なんてもうしないですからね、喧嘩なんで。絶対俺どっかで、その素人とかにもガンガンいけんのって、なんかあった時に負けないって、ちょっとあると思うんですよ。俺、ね、怖いですもん、やっぱり。体が大きいと、ね、あと格闘技とかもちょっと好きだし、やってるし。でも、俺、喧嘩マジで他人としたことほぼない。ないんすか。うちの兄貴がいて、三つ上に。これが188センチ、168キロあるんですよ。うわ、でか。大体ベイダーなんですよ。大体、大体、ビッグバンベイダー。高天選手。だって、スタン・ハンセンが青森来た時写真撮ったら、ハンセンの方が一回り小さかった。本当ね、ハンセン150キロだから。ハンセン150キロとか。でかいっすよね、ハンセン。同じぐらい。そいつが家の中で毎日、なんか当時ちょっと、進学校に行って、なんかそこでこうちょっと病んじゃって暴れるもんだから、うちでいつも喧嘩したんですよ。だからボコボコになって学校に行ってたんで、誰も喧嘩しかけないんですよね。あ、なるほどね。でかいやつが。でかいやつが。やっぱ50キロ違うと、殴るけど効かないんで、やっぱ短い棒なんですよ。いや、そこで。短い棒。短い棒。短い棒。吸い込みみたいなやつですね。短い棒がベストです。持ち運びが低いし。なんかアドバイス。で、完全にギュッてのが痛いし。さあ、この後も、小坂大魔王さんお付き合いいただきます。
毎日2時台はザ・ゲストショーと題して、はい、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきます、改めて今日のゲスト小坂大魔王さんです。はい、どうもよろしくお願いします。もう楽しいね。やっぱ初めはね、底抜けアラインでボキャブラ天国で見たっていうイメージは僕ら、そうだよね、今週ボキャブラウィークなんだもん、ね、そうなんですよ。大丈夫、ボキャブラウィークって需要があるの？そのボキャブラ天国のうんぬん感度は知りたいの？意外とみんな、いや結構でもメールとかも、そうなの、ボキャブラの時の話聞きたいですとか結構みんな来てますね、でも正直ね、はい、もうあの抜群も聞いてなったし、うん、はい、あのちょっとだけねタイムフリーで、うんうんうん、で爆笑も聞いたけど、うん、はい、あの連中は、うん、ボキャブラの一軍なんですよ。あ、もうガチガチの、ガチガチの、もうスタメンっていうか、僕らはもう三軍ですから、全然三軍。なんかボキャブラの人は大集合とか番組あるじゃん。呼ばれないですから。あ、確かに、そんなにボキャブラのイメージ強いわけじゃないか。あのね、いわゆるあの下の方で、あの10位以下で暴れてるっていうあそこ、あそこ台本ないんですよ。台本ない。あの順番とかほら。で、あの当時は、あの今と違う、今ってほら絆じゃない。はいはいはい、みんな順番に裏回しをしてこうやって、うん、ね、パッと喋ったんです、うん、あの当時は潰し合いだから、いや、マジの潰し合い。あの、アニマル帝団っていうね、うん、チームがいて、はいはい、お猿がね、うん、もうガチでグイグイ前に来るんですよ。うん、だから俺と西庵で、うん、リアルにお猿の首とかをギューって締めて、喋らせないようにしたり。そういう潰し合いなんだ。本当に、あ、じゃないと前行っちゃうから、もうベルトを押さえて、本当に、これはまあ432で後ろにガッて引いて、お猿が壁にドーンって引いて、そこで喋る。そしたら松本ハウスが来ちゃったりとか、たまにあの落ちてきて。で、加賀谷くんの柔道やってるから、もうそこで、もう横でもう、で、総合とかもやってるじゃん。もう肘でもう腹とかドンってやって。みたいな、映画ですよ、もうドン。でもしゃぶるみたいな。あ、そんな。だから上の方の、あ、そう、ね、ランキング上の方の人たちは出番が決まってるけど、ちゃんと時間が割り振られて、はいはいはい、きちっとあって、うんうん、でも下は、はい、はい、下のやつらどうぞって、うわってくる、ここで爪痕残そうみたいなね、もう、そういうとこ今ではありえない。ありえない。でもあの時はそこで出ないと、はい、事務所とかで怒られる。なるほど。そう、なんで前行かねえんだよ。っていうのになるから、そこでだからガーってやってたから、その感じが。新鮮とか、僕はトンネルズさんが大好きやったから、その感じがトンネルズさんっぽいなって自分で思いながら、ちょっと真似、真似をする感じ。なるほど。で、もう、あ、さらーみたいな感じで。ちょっと暴れて。なんだ、全部つまんないよと言ったりとかするみたいなが、1時間のうち2分ぐらいあるっていう、それでおしまい。もう厳しいですね。でもそこでのちょっと印象もあったのかもしれないですね。そうですね。年齢がやっぱり一番、本当僕らの人は本当、うん、さっきパイレーツとか、あそこら辺。バーサスとかね、パイレーツとか。バーサスとかね。そうだね、あそこら辺がいたぐらい。アンタッチャブルもいたけどね。アンタッチャブルもいたんですね。そう、アンタッチャブルもいたし、アンジャシもいたし。ああ。一応いたんですよ。ちょっと年下ぐらい。そこら辺にいて。それこそあの、03の前のプラストライマもいたかな。なんか一応いて。そうでね、あそこら辺がほぼ僕ら同じぐらい。でも、本当でも、そんななんか、みんなのこう裏で格闘技みたいな感じでしてる割には仲いいですよね、ボキャブラ世代の人たちみんな。あれはきっとね、うん、まあ俺ね、だからボキャブラは正直ね、うん、そのあんまり、ボキャブラのおかげで世に出れたんだけど、うん、正直やっぱ、ね、ダジャレ、なんつうか、そんなにさ、うん、その、うん、うまくないっていうか、僕その時からもう音楽コントにも走ってるんで、もともとのね、音楽好きだし。で、なんとか、うん、最後曲だけ流していいですかとか、一曲ずっと流していいですかとかいうのが全部通らなくて、なるほど。なんかなみたいな感じになって、だから、どっかでそのスタッフさんも怖かったんですよ。なんか、これじゃもう、あ、無理、出さねえ、みたいな。だからなんか芸人が固まって、ある意味、スタッフにこう一個一丁合わせ、吹かしてやろうとか、なんか、あい、お前ら、あい、つまんない、お前ら、おはようとか言う人もいたんで。なんか、そこに対する。いや、後々仲良くなりましたよ。でも、その当時は、芸人が50組とかいるわけじゃないですか。だから、わちゃわちゃうるせえから、それぐらいしないと収まんないんですよ。芸人だって、芸人の、なんだろう。卵しかいないわけですよね。爆笑とか抜群と、ブーマーとかね、もうちゃんと言ったけど。うちらは何も知らない。だって、本番前に、うんこしてお尻拭いて、うん、そのお尻拭いたのを持って俺出ようとしましたからね。いやいや、それ何も知らないとか関係ないですよ。面白いと思って、面白いと思ってるんですよ。それが、ばもうこれ持ったらどう思うかな、どう思うかなって。なんだっけ、西尾さんがメガネ割らなきゃいけないって割るって割っちゃったりとか。そう。で、今でこそメガネはね、1万2万で買えるじゃないですか。うん、あの当時って、うん、僕目相当悪いんで。うん、
12、3万するんですよ。あ、本当にだからレンズ入ってるみたいな、縦じゃないやつでしょ、それでしかも当時、まあ、意味の分かんない、なんとかしなきゃいいけどっていうのが東京芸人で流行ったんですよ。東京芸人の悪いところしょうもない。しょうもない、ほんと。なんか悪口言わなきゃいいけど、とかいうふうにすると、やんなきゃいけないっていう、まあ、どうしようもない、クズの集まりが。で、その中でも、こちらはもう、ただ、その中だけで負けたくないっていう、もう、本当に芸人じゃないですもん、これは。ただのお調子者。今の YouTuber、ヘズマリューと変わんないです。いや、マジで変わんないです。迷惑系。もう迷惑系。もう迷惑系。迷惑系です、ね、迷惑系出身なんだ。そうなの。もう全然迷惑系。俺、ヘズマ君の動画とか見ながら分かると思ってたから、ね。その、俺が花輪君の漫才を分かると思ってたから、ね。迷惑系漫才師。一緒ですね、じゃあ。迷惑系漫才師。あのね、検索ちゃんとかで、僕らがやる漫才は、なんで俺楽しいかっていうと、あの、太田さんとか小坂さんが見てるからだ。確かにね。あれは、芸人が見てないとあんな、やっぱり楽しくないんですよ。ナイツの漫才が、僕がもしも漫才やった時の理想系ですよ。いろいろだから毎回ね、ほんとあそこ終わった後、最高だったって言ってくれるのよ。おむつのやつなんて。おむつの漫才って知ってます？知ってます？マジしたらいいのかなあれ。なんか、ね、コンプレックスがすごいあるみたいな僕が。はい。なんか、脱いでくんだよね。それ脱いできて、おむつはいいじゃないかみたいな。ケツがちっちゃいのがコンプレックスがあって、木田正雄のケツに憧れてたら、小坂さん、木田正雄いいね。巨人から。ね、日本も行って海外も行って、そこを褒めてもらえる。それはいいんだと、おむつは道芸いいからっていうのをずっとやってるのよ。ね、それを見て、俺は理想系だと思ってた。おかしいです。いや出た。あれ理想系だ。ヤホーとかじゃなくて。ヤホーは必要なもんじゃん。ヤホーは必要なものですね。絶対必要な武器。あの、ジャブとか、あれはもう本当に長めの、あの、弱めのストレートですよ。弱めのストレート。でもそれが効くんだよ。もうここの二チームは、この二人は、それで全然敬語できるんだけど、あのなんかあの、バックスピンみたいな、その、なんか、あの、ね、カエルジャンプパンチみたいな、マジで。あれが真骨頂だからね。ああ、いや、嬉しい。ナイツも。だから褒めてくれるから、喜んでまたやっちゃうんですよ、花さん。ナイツ何やるんだろうな、何やるんだろうな。マジで40分とか50分とかやってほしいもん。いや俺もだからそういうの好きだったの。だからお兄ちゃんも好きだし、なんかこの、なんか芸人に受けるとこで、はいはい、うちはネタって言うんですけど、きっと根は、クラスの人気者になりたいなんですよ。ああ、なるほどね。お笑いって。クラスのやつ笑わしたいってことね。ね。もともとは。芸人笑わしたいんですもんね。そう、なんか別にお友達を笑わしたい。それをうちわ受けっていうのはもう、しょうがない。でもうちわ受けって人前で見せれるやつ見せれない2個あると思って、それをきっと踏まえてみんなやってるのね。なるほど。だけど俺人前で見せれないうちわ受けを40分やるのが好きなんですよ。そしたらね、25年ぐらい売れねえの。近水って苦いよ。理由分かってた。後から気づいた。42ぐらいで、あれこれ地下だなって。ほんと。地下だなって。だからやっぱりでも、テクノはね、やっぱ僕も好きだから、そうです。YMO が僕大好きだから。だからやっぱりあの、八百屋とかのね、あの、八百屋も知ってんの？知ってますよ。そうなの？だからシンセサイザーとかのね、小坂さんがやっぱりもうすごい昔から音楽好きで、だからやっぱ、プロデュースピコ太郎、はい、あれはやっぱり、あ、もう完璧、僕音楽としてすごい気持ちよくて、それを俺芸人で言う人あんまり聞いたことないんですよ。あ、そうですか。あ、そうですか。やっぱそんな八百屋を知ってる人あんまりいないから、お笑いの中でね。808ですよね。ええ、ローランドの808っていう音がすごく好きなのか。ああ、なるほどね。だからテクノポップです、これは。テクノポップなの。音味はね、テクノポップっていうところから、まああとはちょっとその、なんですかね、電子系デジタルのパンクとかそこら辺に行った音なんですけど、まあこれはもうピコ太郎さんと会ったのは10年ぐらい前なんですけど、その前ぐらいから、ノーボトムっていうテクノバンドやってて、日本中自腹でツアー回ってたんですよ。仙台に行った時、片っぽのスピーカーが壊れてるクラブで、お客さんが2人とかもちろん行ったし、秋田行ったら、高校生が主催してるライブの前座とかあったんですよ。そういうとこもいろいろ回ってるうちに、ほんと千葉とか行った時に、マジで、地元ですげえ昔から悪くて、すげえロックの人みたいなおっさんとかが仕切ってるイベントがあったんですね。もう57、8。わかる、なんかそういう。18区の人が、ありがとうございますみたいな、ええっすって。で、俺も最後に会うからさ。ね。俺もニヤニヤしながら、つって。もう、そういう人がいるとすぐ近づく。あれですか、何年ぐらいやってるんですか。同じだ。40年ぐらいやって。え、ボーイとか、ボーイなんか若えよ。
もっと前だよ。もっと前から。あ、そうなんすか、うん、なんて。じゃリハでっつって、なんとか、時期屋さんとか雪屋さんとか、そんな感じの名前で、うん、っつって言ったら、うん、MD ウォークマンを舞台の上に置いて、そこに LINE を刺すんだけど、うん、普通、ああいうのってミュートしてから刺すのに、うん、まんま刺してから、ボッってなって、ボボッ、ボッってなって、俺らもうずっと下向いて笑いながら、あげよっつって、で、ギター一本持って、すげえ、タバコとかガンガン吸ってんすよ。で、ロックっぽい感じで、鳴らすんだけど、音がぺちょん、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 つって、ぺちょん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 っていうのがあって、すげえ面白くて、ああいうやつがいればいいなと思ったら、ピクトロがいたっていう、そういうことです。あ、そうやって、うん、そういうことです。だからちょっとみなりは悪い。そうな、みなりで。めちゃくちゃ悪いよ。タトゥー、ガンガン。タトゥーってね。ピコ太郎の出会いそうだ。音が電子系だったんですね、あの、聞いたらヤマハのキーボードしかなくて。きっとその人打ち込みとか知らないんですよ。僕ら打ち込み専門なんで、パソコンとかいろいろサンプラとか使うけど、その人きっとヤマハの1万円ぐらいのキーボードの、あの、打ち込みってやつがあるんですよ。簡単なやつ。10小節ぐらいが打ち込めるやつ。で、リズムとかピッとポンしかないんですよ。ピッチョン、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 ザレシブゲットバレットロバリア何言ってんすかそれ。何言ってんすかそれ。なんか世の中ふざけんなとか。ひっくり返してやるとか。歌詞はロックなんですね。歌詞はロックなんですよ。そういうのから初めてその音楽活動ずっと。いや、もうテレビゲームとかの音楽がもともと好きだった。あ、なるほど。でも僕もそう。ゼビウスとかもそうなんですけど。ああ、なるほど。それで、なんか、ピコ太郎で、はいはい、教育テレビかなんかでシューティングゲームみたいなやつの音楽。あ、Can you see I'm sushi? あれめちゃくちゃ好き。あ、はいはい、あこれ、あ、嬉しい。あ、これは。これでしょ、これめちゃくちゃかっこよくなかったです。これまたビデオがまあまあ、あのファミコンのゲーム。そう。8ビットから16ビットぐらいの映像。はいはいはい、まあ、プレイステとかの、もっと前かな、はい。PC エンジンぐらいの画面のやつ。なんか映像としても面白いし、かっこよ。俺これ。教育テレビやってましたね。やってました。みんなの歌で。みんなの歌でやったの、これ。みんなの歌で見た。かっこいいと思う。特に今最近だと、いないいないバーっていう、ワンワンっていうやつが出てるやつの、あの、ぴょんぴょんアニマルパーティーってやつも曲も作りまして、それもビヨビヨエレクトロンにしまして、いやー、すごい。クラシックのブラームスの、あの、デレレレレレレレをカバーしてやったやつとかも今流れてるし、それもまた子供ね、好きなんです。ああ、いや、そうですよね。テクノって。テクノ、テクノポップ。子供用のおもちゃで鳴るやつって、ほぼテクノなんですよ。ああ。あの、音。ピクピー、ピクピーとか、ピクピーとかって、プチプルってやつが、あれ好きなんですね。なるほど。なんか、それは研究した人いるんですけど、あの、短波って言われるその波のあれが子供には分かりやすくて。ちゃんと、ジャーからザーンって、倍音とか、そういうのはちょっと理解しづらいっていう、音が4つぐらい聞こえるらしいんですよ。それでも単音でだって言った方が分かりやすい。あ、そうなんだ。バン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 っていうふうにやった方がいいんだっていうのがあったりとかして。で、今、ね、新しいまた曲、うん、これまた、そうですね。9歳の NFT アーティスト、そうですね。ったと。ゾンビズキーパー。そう、これがだから、もうざっくり言うと NFT っていうのは、はい、あの、モンスターハンターの世界とか、うん、ファイナルファンタジーの世界みたいなもんですよ。あ、ゲームの、うん、の中で、例えばすごい強い武器とか欲しいじゃないですか。はいはいはい、それが買えるよっていう世界、ざっくり言うとね。その中で今は結構あの、絵画とかが盛り上がってるんだけど、はい、このゾンビーズキーパーくんっていう9歳の男の子。はい、その子はたまたまバーって作ったやつが、海外のスティーバー・オキっていうあの EDM の超有名な、もう年間40億とか50億稼ぐような人がいる。その人がパッと買って、何百万で買っちゃって盛り上がってる。大体 NFT って何百万で売れたとか言ってんだけど、大体金持ち同士が買って、お返しに買ってあげるとかいうのが多かったんだけど、初めて9歳の子が全く面識のないそのリップから買われたと。なんか絵を買うみたいなもんですよね、感覚としてはね。そうそうそう。で、その絵がコピーできるでしょ、デジタルって。NFT、まあブロックチェーンっていう世界の中ではコピーできないんですよ。ああ、そうなんですね。コピーしてもコピーはバレるっていう。で、そこでの一緒に曲作らないかって話がたまたまこう、なんか知り合いがいてみたいな。よし、作ろうってできたやつが、このゾンビーズキーパーとピコ太郎、ピコ太郎、ゾンビーズキー、あ、ゾンビーズーとピコ太郎ですか。え、っていう曲を NFT 出しました。9歳の方っていうのはもうどういう方？絵を描いて、9歳の子がもうほんと普通のなんか絵が好きなおとなしい子で、お母さんがアーティストなんです。あ、そうなんですか。ね、若い、まだ29とかそんな。で、それがオリラジのあっちゃんの妻。妻さんの、あの、萌えちゃん。あ、はいはい、萌えちゃんの友達、福田萌えちゃんの友達。ええー。で、俺、萌えちゃんのラジオやってたから、その絡みで、そうなんですね。バズっちゃったけど、どうすればいいっつって、そういう場合、小坂さん、なんか知ってんじゃねっつって。ああ、そっか。もうバズっちゃったから。もう CNN とか BBC とかから取材来ちゃってるから、どうしようっつって。で、うちはそれ来たことあるから。そうなんですね。じゃあ、この場合、ちゃんときちんと契約して、ちゃんとした方がいいよっていう話をして、じゃあ曲作んないって言ってできた。っていうのが、つい最後、5月の頭ぐらいかな。
リオンリオンしました。ちょっとその楽曲ちょっと聞きたいんで。聞きましょう。じゃあ、ね、あの、はい、曲紹介お願いしていいですか。はい、わかりました。ゾンビーズファミリー×ピコ太郎で、うん、ゾンビーズとピコ太郎です。はい。かっこいいですね、なんか音も。そうこれ喋ってるのがこれお母さんです。妹お母さんも声入ってるんですね。お母さんで、うん、このゾンビズキーパーくんも喋ってる、うん、でこれも全部サンプリングして、全部これ家で全部録音して全部すごいな、はい、さあさあさあ、うん、CM でこの後も小坂大魔王さんをつけていただきます。はい、あ、終わりですよ。あ、ダメだな、もう1時間だな。やっぱ欲しいな、はるかちゃんめちゃくちゃテクノ好きだったり ね、まさかそう、しかも僕なんかナイツとね、はるかちゃんともちゃんと喋るの、うん、そうなんです、初めて、初めて、はい、嬉しかったです。俺今日だったらもう全員に今風呂入れるもんね。仲良くなったから。仲良くなったら風呂入れるもんね。いや、マジでカステラの分ここのトーン広げなかった。の尺いらなかった。俺でもベラベラ好きよ、自分で。下のベラベラうんぬんかんぬん好きよ。そこは好きなんです。お気に入り。さあ、もうお別れのお時間なんですけど、はい、なんかあの最後に、お知らせがあれば、告知ですか。まあ、今年30周年なんで、はい、その30周年の今動画、うん、小坂大魔王のっていう、まあ、ちょっとこれピコ太郎とは違うところの YouTube チャンネルで、はい、サンクスっていういろんな人にツッチとかアズマックスとか本日のりさんとかとも、コラボした動画レストークやってます。であと6月中旬ぐらい、実はこれまだあんま行ってないんで、今ガッとずっとその作業してるんですが、うん、全世界の子供向け用の動画をです、ね、今ドスッと今作ってまして、30分ぐらい作ってました。それをちょっと今、なるほど、6月の中旬に今ローンチしよう、あの発表しようかなという中旬にふうに今考えております。全世界の子供たちだって YouTube って全世界ですからね。確かにそうですよ ね、実は YouTube 全世界なんで、いやもうそれをこう一番なんかこう表してくれたのピコ太郎でしたから、ちょっと言語をまあ英語にしたりとかしながらいろいろやっていきます、すごいプロジェクトですね。ということで、はい、今日のゲスト小坂大魔王さんでした。ありがとうございました。いや本当ありがとうございました。終わりましたね。